桜島大根を使ってこちら桜島大根とひじきのサラダを作りたいと思います。あの桜島大根っていうとイメージ的にぶり大根の煮物とか、はい、あと漬物のイメージが強いと思うんですけれども、うんうん、生で食べるのもすごく美味しいんですよね。そのスティックサラダにしてもそのままぶりぶり食べても美味しいですし、はい、今日はねサラダ、桜島大根、そして桜島で取れるひじき、はいはい、実は桜島ひじきも有名なんですけれども、そのひじきを使ってサラダを作りたいと思います、うん。西先生、スタジオにも桜島大根あるんですけど、はい、これをもしかして、そうです、坂本さんの育てた立派な大根です。見てください、私と並んだらほら私の顔が小顔に見えます。そう、玉谷さんのお尻ぐらいかな。お尻そんな生々しいこと言わないでくださいよもっともっと気を大きいかもしれません、はい、それぐらい立派ということです、はい、かなり立派ですどうなんですか。まずは材料からご紹介していきましょう。こちらです、材料は 4,5 人分です。桜島大根 500g、 みひじきは乾燥のもの 10g、 塩は小さじ1/2、濃い口醤油大さじ1、マヨネーズ大さじ2、いりごま大さじ3となっています。先生、かなりシンプルな調味料になってますね。はい、家にあるものでちゃちゃっと作っていきましょうね。それではよろしくお願いします。はい、作っていきます。まず乾燥のひじきです。今日みひじきを使いますが、いろんな戻した方があるんですけど、私は鍋にあの乾燥したひじきとそれから水をたっぷり入れて火にかけます、はい、でこのように沸騰してきたら火を止めてこのまま放置、粗熱が取れるまで置いておきます。で粗熱が取れたらきめの細かいザルで水気を切って軽く洗い流してください、はい、流れていかないように気をつけてくださいね。そうそうそう、中は出ていっちゃいますからね、はい、はい、でこちらが仕上がったものですね、はい、コリコリしてプリプリ美味しいんですよね。ひじき、桜島のひじき私大好きで行くたんびに大量に買って帰ってきています。さあ、そして桜島大根ですけれども、今日は、4,5 人前で 500g 使いたいと思います、はい、分かるかな、手で持ってこれぐらいの大きさです。かなり大きく一瞬見えましたが、まあ、はい、手のひらに乗るぐらいですよね。そうですね、 500g ぐらいを今日は使いたいと思います。厚めに皮を剥いていただいて、こういったスライサーを使って、千切りにします。あのちょっと太めの穴の方ですね、はい、でこうやって千切りにしてください。結構 500g でたっぷりの量ができます。音からもみずみずしさが伝わってきました。そうそうそう、で剥いた皮もったいないので、はい、やっぱり刻んで味噌汁の具に入れたりとか、きんぴらにしたり浅漬けにしたりって皮も美味しく食べられます、はい、これに塩小さじ1/2を振りかけてもらって塩もみをします、はい、で塩もみして水気を切ったものがこちらです。かなりキュッとなりましたね。そう、シュッとなりますよね。であの絞った絞り汁ももったいないので、はい、汁物に使ったりとか栄養素たっぷりですので無駄なく使ってください、はい、さあ水気を切ったものに先ほどのひじき、こちらは乾燥した状態で 10g 分ですね。そうです、たっぷりですよね、はい、桜島大根は青首大根と違って塩もみした後コリコリした食感が楽しいんですよね。そこに今日はねマヨネーズと醤油です、はい、マヨネーズが大さじ2杯、醤油が大さじ1杯です。ちょっとあらかじめ混ぜておきましょうかね。今日は濃い口醤油を使っていますね。はい、わあ、でも調味料がこれだけですからね。そう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 、あと少し塩味が残ってるので大根に、はい、ごまがたっぷり大さじ3杯分入ります。本当にたっぷりですね。でこれをあとは混ぜ合わせたら出来上がりです。簡単ですね。桜島大根とひじきの食感を楽しんでください。添えてあるのは桜島大根の真ん中の方の小さい葉っぱですね。彩りもいいですね、うん。